こんにちは、センターシリアルのビデオメイキングアーカイブ IL 通信の、第15回始めたいと思います。よろしくお願いします。ふふふふあのですね、実はこのビデオ音声を取り忘れていたんですよ。なので、今から私は、自分の無音のビデオに対してオーディオコメンタリーみたいな感じでコメントを喋っていきたいと思います。すいません。で、この説明は何をしているかというと、前回の説明で、デコードコンテキストに対して、説明し忘れたところがあると。で、スタックインフォメーションズリストの位置を示すためのスタック、なんだっけな、スタックインフォメーションポジションですねっていうのがあのデコードコンテキストの中にあって、それの説明が抜けていましたっていう話をしています。そいつはまあ要するにスタックの現在位置、スタックポインターみたいな感じなんですけど、それを指していると、あの赤の矢印で書いてあるやつですね、っていうようなのを説明しています。それから、白板の上に青い字で2つ星印の項目を書いておいたんですけど、これはあの前回その説明した方法のうちちょっと誤っているところがあったので、それの、それをあのちょっとメモっといたんですね。それがあの星印で2つあります。上側は何かというと、その、分岐した後で、分岐先のターゲットに対して、スタックが完全に一致しているかどうかというのを確認するという話をしたんですが、実はまあ完全に確認するんではなくって、それぞれの、要するに遷移元のとの、スタックの状態と、それから遷移先のスタックの状態の現在の選択されているスタックの型、の並びが一致しているっていうのを確認する必要があるというのが1点目。で、もう一つが、ノンコンディショナルブランチ、リクワイア変形って書いてあるのは、無条件分岐ですね。現在、その無条件分岐は分岐先を取得して、もうそのままパスの解析はそのパスの続きとして、解析を続けるみたいな風になっているんですが、そうではなくて条件分岐と一緒で、その一旦その分岐先を Q に入れ直します。で、まあ無条件分岐の場合はそのまま次には行かないので、次の IL、すぐ下の IL には行かないので、まあそこで一旦そのパスの解析としては終了にすると。なぜかというと、無条件分岐であっても分岐先はすでにパスが解析された後の可能性がある。まあ、例えば普通にループを構成しているような場合だと、解析済みのパスに対して戻るっていう可能性は十分あり得るわけで、で、その場合、なんか、その、分岐というか、まあ、そのジャンプ先ですね。ジャンプ先とのそのスタックの整合性っていうのは、その条件分岐と同じように、判定をしないといけない。で、不要なら、まあ、それ以上解析しないだとか、まあ、そういうのをやらなきゃいけないので、まあ、それって、要するに、条件分岐が常に条件が、満たされるのと同じように処理すればいいだろうということで、無条件分岐の場合も、同じように一旦 Q に入れて、で、後から、その、パスの続きを解析するという流れに、まあ、変える必要がありますというのが、上の青で、書いた、その、星印のところですね。っていうのの解説になります。で、今なんかこう指で指して説明しているのは、このスタックの並びですね。現在のスタックの、状態と、それから分岐先のスタックの状態についての説明をしています。今なんか一つ一つの箱になんか012とか0とか01とか言って番号書いてますが、これは選択されているスタックの型を表しているものですね。で、今四角で囲ったのが、スタックインフォメーションズでいうところの、スタックインフォメーションポジションが指定 しているその番号に相当します。で、結局この番号
が示す情報、スタックインフォメーションが一致しているかどうかを確認しないといけないですね。そのスタック全体にわたって全てが一致しているかどうかを確認すると、そうすると当然なんかちょっとでもスタックに変更が加わったらもうそれで違うとみなされてしまうわけですよ。でもその判定したいのはそういうことではなくって、その現在におけるスタックに積まれている情報と、それからその遷移先でスタックに積まれているだろうと予定されている情報を比較する必要があるので、なのでその選択されているスタックの情報、四角で囲った番号ですね、それらをそれぞれ一致するかどうかを見る必要があるっていうのがポイントです。これ0の2、1の0、2の1とか言って書いてますけど、それぞれが一致しているかどうかを確認すると、これその選択されているスタックが違う、スタックの情報が違ってたらもうそれはもちろんダメってことになりますよね。で、あと、もう一つがこの後すぐ出てくるはずだけど、スタックの底、つまりインデックス0から N までの、情報を比較するんですが、前回までの説明だとスタックの情報とにかく全てって話をしたんですけど、そうではなくって、その時点、現在の場合と、それから遷移先のスタックの場合、それぞれにおいて、そこで使われているスタックの、天井といったらいいのか、現在のスタックポインターの位置ですね、そこまでで一致するかどうかを見る必要があります。というのは、この後多分図で書くと思うんですけど、そこより上の情報っていうのも、スタックがこう上下することによって、書かれたり使われなくなったりしてるはずなんですが、その情報については、当然違ってる可能性が大なので、で、しかもこれから、そこのスタックから、さらにプッシュというふうに、遷移した後ですね、プッシュしたり、ポップしたりとか言って使われる可能性があるので、この今 SP って書きましたけど、そこより上にあるスタックの情報は比較してもしょうがないんですよね。なので、比較するのは、スタックのインデックス0から SP まで。で、なおかつ、それぞれのそのスタックの位置について、選択されているスタックインフォメーション、四角で囲った番号、それぞれを比較する必要があるというのがポイントになります。それから、あと、なんだっけな、比較して、あと何かもう一個あったような気がする。何だったっけな、あ、違うか、ごめんなさい、それは関係ないですね、ごめんなさい、っていうような話を今、しているところです。オーディオコメンタリーって難しいですね。なんか映画とかアニメの裏で声優さんが喋ってたりしますけど、あれいいですね。あんまりなんか事細かに説明せずにくっちゃくしてるだけなので楽でいいんですけど、これ説明し直さなきゃいけないんで結構辛いですね。いっそのこと収録し直した方が良かっただろうかって今ちょっと思ってます。まだ終わんないかな。その辺の話をなんか必死に説明してる感じがします。それが一番目の話ですっていうのが今終わったとこかな。で、二番目の話ですね。これどうやって口で説明したかな、後でソースで説明するみたいなこと言ったかな、ちょっと覚えてないんですけど、内容としてはさっき言った通り、無条件分岐でも分岐先を一旦Q に入れて、で、評価を遅延するみたいな、そういう話をしてます。大丈夫かな。なんか説明してますね。
もう収録ね、収録の完全なる事故は今回初めてですね。まあビデオも回ってなかったみたいな最悪のことはなかったんですけど、音声入ってないっていうのはちょっと致命的だったな、しまったな。まあそのおかげでね、まあちょっとこれ舞台裏の話なんですけど、私が収録している機材に、ローランドの V1HD っていう、スイッチャーって呼ばれてる機材があります。これでビデオの切り替えとかやってるんですね。ふわっと、カメラと、スクリーンショットが切り替わったりとかしてると思うんですけど、あれを V1HD っていう機材を使ってやってます。で、この機材ね、なんかボタンがいっぱいついてて、それポチポチやると、こう操作できるんですけど、そういう風なんで、まあ、そのボタンについてる機能以外に、なんか、機能があるようには見えないんですよ。製品をパッと、こう見た感じでは。で、ところがなんか、さっきその音声が入ってなかったってことを気がついた後、なんかどうやっても音声が入らなくて、あれあれと思って、なんかいじってたんですけど、どうしようもわからなくてですね、それからな、マニュアルを引っ張り出して、よくよく読み直してみたらですね、もうなんかそのボタンで操作できることの3倍ぐらいの、なんか、機能が、ぎっしり詰まっていてですね、その操作方法とかマニュアルに書いてあって、マニュアル読めよみたいな話なんですけど。で、まあその中にね、なんか、オーディオの、音量を調整するっていうのがやっぱりあってですね、僕それできないと思ってたんですけど、ちゃんとですね、入力系統がいっぱいついてるんですが、その入力系統ごとに、そのオーディオレベルを、こと細かに調整できる機能があるっていうのを発見して、なぜかそれがゼロになっててですね、それで音声が入ってないみたいなことがわかり、で、まあ、ついでになんか他にじゃあどんな機能があるんだろうとか言って、そのマニュアルをいろいろ読んでたらですね、なんか、まあ、こいつではできないんかなと思ってたようなことがどうもできそうだみたいな。例えば今ビデオ撮りしてるビデオカメラはですね、安物なんですよ。なんで、マイクはその、カメラ内蔵のマイクを使って収録してるんですけど、まあ音質が悪いので、なんかもっとまともなマイク使いたいと思っていて、で、マイクは買ってあるんですよ。で、ところが、このなんかビデオ、マイクオフにできないんですよ。ビデオ側で。で、だから垂れ流しになってしまうので、せっかくなんか外付けでマイクつけても、なんかそっちだけに切り替えることができないので、もうこのクソカメラどうしてやろうかとか思ってたんですよ。もう買い替えようかとか思ってたんですが、まあ、幸いになるか、この V1HD の機能を使えばですね、マイクの音声を、まあ今偶然完全にオフになって収録してしまったんですが、まあなんかそれをわざとオフにして、で別のマイク入力とかそういうのから音声を入力すればいいってことがわかり、まあちょっと別件でまた別の問題があったんで、この収録は結局カメラのマイク使って収録してる、収録し直してるんですけど、まあそういうような感じで、なんかこの V1HD 使うと、なんか かなりいろんなことができるっていうのが、再認識できたというか、読めよお前みたいな。マニュアル読まないんですよね。基本的に。文字に書かないと、仕様が明らかにできないのは、なんかダメだと思ってる方なんで、読まないんですよ、私は。はい。ってな感じで、なんか今説明終わりましたね。で、今の話の修正するために、ソースコードの修正を今から見ていくみたいな感じですね。確かこれ前回の写真を出すためにまた今ちょっと切り替えてたはずです。あ、来ましたね。はい。これは、そう、前回の写真を最後に見せるって言ったんですけど、見せてなかったんで再掲した感じですね。で、あそこの、今、なんか、カーソルがちょっと動きましたけど、デコトコンテキストに説明が足りなかったみたいな話をしたような気がします。で、最初の問題、さっき言ったスタックの比較ですね。
あの比較のところを修正していきましょうというのが、これです。でちょうどこのトライで QNEXT パスのメソッドの中にそのシーケンスイコールで比較しているところ、377行目ですね、まあ、多分もう説明していると思います。 Skip if stack structure true equals って書いてあるので、まあ、ここでもうとにかく現在スタックに入っている全件を比較するってことになっているけども、まあ、それじゃダメですよと。なんで、ここからソースコードを、変更、修正して、で、先ほど説明したように、各スタックインフォメーションは現在選択されているものを比較するっていうような感じに書き換えます。方針としては、なんだっけな、セレクトで現在選択されているものを遮影して、で、そのスタックインフォメーション同士を比較するみたいに書き換えるんだったと思います。あ、なおかつ、あれですね、その、現在のスタックポインターの位置までを比較するんですね。それは、テイクを使えば、抽出できるので、最初にやることはテイクですね。テイク。で、スタックポインターがスタックインフォメーションズポインターだったかな。スタックインフォメーションズポイン、まあ、ポジションでした。ごめんなさい。ポジション。0からスタックインフォメーションズポジションまで、あ、マイナス1ですけど、までの、それぞれの情報について、確認すると。ここでね、いきなりシーケンスイコールで、書いちゃってますけど、この後、2つ、もう1個、ブランチターゲットの方もテイクするんですが、そいつを切り離して書き直すはずです。スタックインフォメーションズリストスナップショットのテイクですね。テイク。で、こいつは、そのブランチターゲットで選択されている方の、スタックポインターまでを、その比較対象にしなきゃいけないので、現在のではなく、その分岐先のですね、ブランチターゲットの、スタックインフォメーションズポジション。まあ、こんな感じですね。で、これだと、そこに含まれている全ての型の組み合わせが一致するかみたいな感じになってしまうので、実際には、それのうちさらに選択されているもの同士を比較しなきゃいけない。ので、まあ、そのためにはですね、その一つ一つのスタックインフォメーションズに対して get current っていうのを呼び出せば選択されている、スタックインフォメーションが取れます。で、それを書こうとしたところで、ああ、そうだった、なんか二つに分けて書くつもりだったみたいな感じで、ここからちょっと多分式を二つに分けるはずです。はい、あ、そうですね、その前にセレクトしようとしてますね。そのゲットカレントを呼び出してですね。で、ここで図で、念のためどこのことをやろうとしているのかという説明をしようとしています。スタックインフォメーションズリストはこの図の真ん中の箱ですね。今ちょっと見にくいですけど、カーソルで示しているところです。なんで色をつけたんだったんですよ。で、それぞれはスタックインフォメーションのポインターが、どこかっていうのを指している、それをこれで今書こうとしていますね。それぞれのスタックインフォメーションズが現在どの情報を示しているか
タックインフォメーションズゼロにはイント32とイント64と入ってるんですが、それのどれを示しているか、それは、このスタックインフォメーションズの中のスタックインフォメーションポジションが示している場所ですね。図上ではなんか 2のとこから線引いてありますけど、まあ、例えばその 1が指定されていればこのスタック0イント64キーが選択されていることになるので、そいつはゲットカレントを使って取り出すことができる。で同じように、ブランチターゲットの方の情報も、ゲットカレントで、情報を取り出すと。で、まあ、ここまで来て、あ、長すぎるなみたいな感じで気がつき、2つに割ります。なんかブランチターゲットインフォメーションっていう名前もあまり良くないですね。ブランチターゲットインフォメーションっていうとまるでその遷移先の話をしているように見えるんですが、実際にはその時の遷移元の話情報ですね。ちょっと紛らわしいな。なんかこれも名前変えたいというところですね。で、シーケンスイコールで比較するのは if 文の方に持ってきて、ああ、なるほどみたいな感じの式になりましたと。これが一致していれば、そうすれば、そのスタックの、並びですね、が、0、スタックの底から、現在のスタックポインターまでについて比較される。そしてそれが完全に一致したときだけ、その先については評価しなくていいので、コンティニューで次のパスに、次のパスの評価に移るという流れですね。うん、まあ、コメントもちょっと直しました。そうですね、スタックインフォメーションズからすべて一致してるかを比較するためにイコールズとかオーバーライドしてたんですけど、もはや必要ないので、この辺を削除するという話をしたんですね。はい、これで一つ目の問題については OK なので、ランオールで、とりあえず影響ないってことを確認しておくと。いいですね。はい、これを一旦コミットします。なんかコメント迷った感があります何書こうみたいなはい、コミットできました。で、これで一つ目の問題については良いと。で、二つ目のノンコンディショナルブランチイコアインQの方は結局今、BRS が発生した時に、そのまま、まあ、オペランドに遷移先があるので、その遷移先に無理やり移動させて、でパスの解析を継続するみたいなコードを今書いてました。その辺のことをね、このビデオを説明してる時にはなんかちょっと忘れてて、ド忘れしていて、どうやってやったっけみたいな感じで今追ってるんですね。BR コンバーターを見て、BRS コンバーターを見て、まあ、ここでトランスファーインデックスで無理やり次の遷移先に遷移させてるよね、みたいな話をしました。
で、まずこれダメですね。遷移させなくてもいいことになります。なぜかというと、こう、BRS が来たら、Q に、その遷移先の情報を入れて、で、もうこれで解析を終了するからってことですね。ただ、今、Q に入れる方法は何だっけってことと、それから、解析を終了させる手段はどうだったっけみたいなのを、確認しようとしています。うん、で、ここでもし、その終了させるっていうのを何らかの方法で呼び出し元に返そうと思っても、デコードオペランドの戻り値はオブジェクトで、そいつはな、オペランドの値を表してるんですよね。なので、そのまま返すことはできなくて、まあ、例えば、タプルで返すとかいう方法もなくはないですけども、他にいい方法ないかなと思って呼び出し元を確認したところ、ああ、そういえば、こんなハードコーディングのコードでそのループを終了させてたよねというのに気がつきました。現在はリターン、リットですね、リットが来たら無理やりループを終了させる、イテレーションを終了させるみたいなコードが書かれていると。で、リターンの場合もそうだし、今回だとそのパスがもう終了、無理やり無理やりというか、その無条件ジャンプでパスの解析が終了する場合もここを抜けたいので、なんかここにそのオフコーズ、BRS とか追加してもいいですけど、それじゃあなんかあまり良くないので、もうちょっと手入れようかみたいな話で、IL コンバーターが、現在の IL コンバーターがそのもうこれ以上そのパスを解析する必要がないっていうことを表すためのそのフラグみたいなものを用意しとけば、そいつを検査して抜けるみたいに書けば、まあもうちょっとなんかスッキリした感じになるんじゃないかなっていう話をしてみました。多分この後その話をするためにコードを書き換えるような気がします。ああ、これはあれですね。まあ、こうすることもできるけど、みたいな話をしてますね。ABRS と。あ、まあ、これでもいいかって話なんですが、そうすると、なんかその、パス解析を中断というか、ここで終了させなきゃいけないものに応じて、ここにハードコーディングで次々と条件を書いていくのは良くないよねっていう話ですね。で、解決策として、IL コンバーターに、パスの解析を終了すべきかどうかみたいなものを取得できるようにしたらどうかと。デコードオペランドにそういう値が返ってくるっていう風でもいいけど、まあ、とりあえずここに新たに、プロパティとしてそういうものが引けるものを、定義したらどうかなってことで、こんな風にします。パブリックバーチャルイズ、エンドオブ、パスだったかな。エンドオブパスですね。で、まあ、デフォルトの実装をフォルスにしといて、必要なオペコードでだけ、エンドオブパスをトゥルーとして返すみたいな感じにしたと。オーバーライドするってことですね。で、今のところ想定してるのは、リターンと、それから BRS ですね。この2つはこいつをオーバーライドして true を返すんですと。これね、この時にはなんかいいかなと思ったんですけど、今はね、やっぱりなんかデコードオペランドで戻り値で返した方がいいかなって気もちょっとしてます。まあその話は次回しますけども。はい、こんな感じで1つはリターン、ニットコンバータ、それから、もう一つ BRS コンバータの両方にフレンドパスを付け足して、こいつが、true を返すようにすると。そうすると、
レコードオペランドとアプライを呼び出すその外側でこれがトゥルーなら、ループを抜けるみたいな感じになるので、つじつまが合うようになると、ここですね。ここでオペコードごとにハードコーディングで判定していたのを ILC のイズエンドパスがトゥルーだったら、イールドブレイクで、イテレーションを終了するという感じですね。はい、これ何だったかな。あ、そう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 、そのイテレーションが終わるので、なのでこのデコード&イナミレートプコーズの、イテレーションが終わるから、その後のリンクのセレクトとかフエアもそこで終了すると。だから全体としてアウトレンジも終わるという、あのボディーソースコードに対するアウトレンジも終了するということですね。で、今テスト走らせてみたら、テスト NG だんだよね、なんでだっけと思って、何が出たっけみたいなのを見たときに、何だったかな、これ。まだいまいちよくわかんないから走らせるか。で、走らせて、生成されたソースコードを確認してみます。はい、あ、そうそうそう。で、これ、一番最後の、これですね。ローカル3に代入した後、リターンでローカル3に戻してないですね。で、ああ、そういえば、そうだね、リターンどこ行ったんだっけみたいな話になって、で、ですね、なんだったかな。リターン文自体は、ここで生成しているはずだけど、どうしたんだっけなみたいなことを言って、いて、リターンのコンバーターを再度確認します。ああ、ちゃんと出力してるような感じだよねと。で、ここへ来てんのかなって、まあ来てないでしょうね、おそらくね、っていうのを確認するためにデバッカーで動かしてみると、やっぱり来ていないと。一体どうなってるんだみたいな話になり、で、BRS の方はどうかなと思って見てみたら、ああ、そういえばまずトランスファーインデックスはしてはいけないので、これはあのフェッチバイトで、8ビットのオペランドは取得してますよね。で、ターゲットインデックスはその際インクリメントされているから別に何もする必要はない。ので、まずこれはいい。それから、アプライの方ですね。アプライの方がヌル返してるんですよ。だから当然、ソースコードは出力されず、しかもこの BRS コンバータの方はイズエンドオブパスがトゥルーになってるので、そこで解析が終了してしまう。つまり何もしてないのでここで終了ということになります。本当はこのアプライのところに、まず、デコードコンテキストに対して次のパスを延期しないといけないですね。遷移先ですけども、遷移先を延期する必要があります。それから、GoTo 文をここで出力しないといけないですね。ソースコードとして。その二つがここにないから問題だと。そして、延期については、デコードコンテキストにメソッドも用意してあります。まだ一回も読んでないですけど、今回これで呼ぶことになります。で、問題はもう一つあって、ラベルですね。GoTo を使うので、ラベルを生成しておかないと、GoTo 文でどこへ飛んだらいいかわかんないみたいな話になりますと。いう二つの問題があります。で、今書いてる通り、
遷移先についてはこの遠距離ニューパスを呼び出すことで、遷移できる。まあ、実際には、Q に遷移先を遠距離する。でまずこれはいいと。で、どこまでやったかな。これはあれですね、BRS で一旦イズエンドパスがトゥルーになるからループを抜けますと。で、ループを抜けると次ホワイルに戻るけども、トライで Q ネクストパスが Q に何か入っていないとそれで終了してしまうから抜けていたという説明をしていったと思います。で、今、遠距離ニューパスで、Q に出たので、なのでこのトライで Q ネクストパスではその遷移先の情報が取得できる。そしてまた、このアートレンジからの一連のリンクの、処理が実行されるはずですね。これはあれですね。VRS から先が妥当にそうなっているかどうかを確認するために、IL を見てます。で、まあ確かに、VRS は1個しかなくて、で、ラベルをつけるにはどうしたらいいかなんですが、VRS の後ろは、オペランドとしてはこれ0が入っていて、で、0は、IL000D の部分が0ですね。そこからのオフセットみたいな感じになるわけです。で、このラベル名をどうするか、ラベルシンボル名と言ったらいいのか、まあラベル名と呼んでるんですけど、ラベル名をどうしようかみたいな話をしてます。で、GoTo 文については、まあ、この IL スパイと同じようにですね、IL、なんか L アンスコ、なんか番号みたいな感じにして、その番号が、その、IL バイツの、その、インデックスの番号にすることで、まあ、固定的に、こう、ラベルを生成可能にするっていうふうにしとけば、そうすれば、まあなんかいろいろ管理する手間もなく、そのインデックスだけで再生成できるだろうと。まあ楽なので、そういう方法を使ったらまあいいんじゃないかなみたいな話をここでしています。これは Q を再びデキューした後は、この IL000D 以降、LD63 とリターンの部分ですね。ここの部分を、解析することになる。ので、パスとしては2つあることになるわけですよね。それにしても音声を失ったのが痛かった。失ったというか初めからないんですけど、なんか YouTuber の人たちはね、ヘッドホンとか使って、スピーカーなんで切ってある、分からなかったかというと、スピーカー切ってあるからなんですよ。なんでかというと、スピーカーオンにしてマイクオンにするとハウリングを起こしてしまうんで、なんでスピーカーオフにしてあるんですよ、モニタースピーカーを。で、YouTuber の人たちはどうしてるかというと、みんなやっぱりヘッドホンをかぶって、で、ハウリングしないように工夫してるわけですよね。で、まあ、なんかヘッドホンうざったいしなと思って僕はやってないんですけど、まあ、それが裏目に出た感じです。
なんかそのうちビデオの取り合わせで全体をやらかしそうで、あの要するにキャプチャーをオンにするのを忘れてたとかやりそうで怖いんですけど。で、あ、戻ってきましたね。で、遠距離ニューパスで、その船員先をこういうふうにオペランドに渡しています。この遠距離ニューパスは今、何も値返さないんですね。あの、ボイドなんですけど、こいつがラベル名を返すようにすれば、そうすれば、ここで GoTo 文を作り出すのに、その材料にできる。ラベルネームを材料にできるようになるので、まあ、そうするのがいいんじゃないかなっていう説明をした、してます。で、その際に、まあ、なんか、船員先のラベルをどうやって出力するかみたいなものが課題であるよね、みたいな話をちょっとしたはずですね。で、まあ、一番安直なのは、この IL スパイみたいに無条件で全ての行にラベルをつけてしまう。これで言うと、IL0000 とか IL0001 とか、ダーって全部ついてますよね。でも、このソースコード上必要なのって IL000D しかないはずなんですよ。なんだけど、それ以外のラベルも出力してるのは、まあなんか、それが楽だからですよね。あ、はい、まあよくわかります、みたいな感じで。全部につけとけば外れる心配はないので、まあ楽だよね、と。もし、必要なラベルしか出さないようにしようとすると、ソースコードの出力を遅延しないといけないですね。遅延実行するようにして、すべてのラベルが、ラベルの対応付けができて、必要なところにだけ付けれるように準備ができた後、初めてソースコードが出力できるみたいな、遅延実行しなきゃいけないけど、まあ、多分それはそんなに、改造としては大変じゃないだろうから、まあ、今は、全部付ける方向でやろうかみたいな話をしてました。でこの遠距離ニューパスが、ラベル名を、ラベルネームを返すっていうような改造をこの後します。まあなんか全然関係ない話ですけど、私も短期記憶がまるでダメで、あれなんですよ。3秒後には今喋ってたことを忘れてしまうみたいなぐらいひどいんですよ。で、まあ、全部じゃないんですけど。で、ポイントとしては、なんかこう話が、こうつながりがあれば、なんかそのつながりを、こう、なんていうんです、勝手に、全体の話を再度思い出すことができるんですけど、何の脈絡もなく、なんか、例えばなんか ABC を覚えろとか言われるとかなり困難で忘れてしまうんですよね。それが3秒後ですよ。だから、なんか、電話とかの応対がすごい大変で、電話で、例えばなんか、次のところで電話してください、123-4567 とか言われると、電話切ったら忘れるので、メモがないと、本当困っちゃうんですよ。で、まあ、そういうようなことがあってですね、実はなんか、このビデオシリーズって、まあ、自分のためでもあって、その、自分のためのうちの一つが、あれですね、こうやってなんか、ビデオを撮って、後から自分で2、3回見直したりとかすることもあるんですけど、そうすることによって、なんか、何を、考えたのかとかいうのを、思い出して、関連付けさせて、記憶させたりとかいうようなことの目的でやってたりもします。あれなんですよ。ビジュアルスタジオ協力なんで、なんていうんです。僕、リファクタリングの使い方が自分でうまいと思っていて、リファクタリング機能の。っていうのはですね、ビジュアルスタジオがここがエラーだっていうに任せて直していくと、なんか理想的な状態に近づくんですよ。そんなバカなって言うかもしれないですけど、ポイントとしては、なんかね、正しい、こう、例えば分かれ道があるじゃないですか。リファクタリングで、こういう方法に、こういう変更する方法と、こういう方法、変更する方法があるみたいな、2通りとか、3通りとかあるような場合に、この変更に倒しておくと、やがて正解にたどり着くっていうのは直感で分かるんですよ。なので、とりあえずその修正をする。で、
連鎖的になんかここがエラーが出る、あそこがな、あそこを直さなきゃいけないとか、あとはビジュアルスタジオから言ってくるんで、もうそれに合わせてビジュアルスタジオに言われるがまま直していくんですよ。で、そうすると正しい姿になる。みたいなことをね、やる特殊能力が身についてしまってですね。なので、実はなんかなんかライブでリファクタリングとかやってるんですけど、あんまり考えてないんですよね、そういう意味では。で、なので、一旦そっちの方向へ倒したら、あとはドミノが倒れていくがごとく、ビジュアルスタジオのエラーを直していく、もう機械的に直していくだけで、なんか大体なんか望んだ形になるみたいな。なんかそういうような感じでやってるんですよね。だからあれってなんか深く考えてこの通りに直すっていう、直していってでこうなるみたいな感じのことっていうのは、なんかね、よほど調子がいい時じゃないとできない感じなんですよね。なんかそういうのをなんかすごいいつでもできるっていう人はなすごいなと思うんですけど、まあそういうわけで何でしょう、任せちゃってるんで、そういう意味で。半分は、少なくとも半分はビジュアルスタジオに任せちゃってるんで、脳みそオフロードしてるというか、なので、こうやってやった後ですね、何やったんだっけみたいなのがまた思い出せなかったりするんですよ。なんで、こうやってね、なんか喋りながら、解説しながら、リアルタイムでね、解説しながら、あるいはこうやって今なんかまあ、仕方がないからこうやってオーディオコメンタリーしてるんですけど、なんかそういうような感じで やると、意外と頭に定着するので、なんかそういう意味でもなんかこの試みはなんかいいなと思う。まあ、前からですけどね、勉強会とかで説明すると、自分で理解が深まってるなっていうのは、これはなんかいろんな人も言いますけど、まあ特に自分の場合なんかそれなんかやった方がいい気がしているので、まあそれも含めてなんかこうビデオシリーズにしちゃえば、なんていうんです。なかなか、こう、飽きて途中でやめるっていうこともなんかしづらい感じだし、まああまりさ、なんかそういうの駆動でやりたくないんですけど、まあそういうこともあってやってる感じですよね。突然、なんか、あいつは何をやり出したんだみたいに思ってる人がいるかもしれないですけど、ずっと前から考えてたことではあるんですよ。ただなんか、こう、人前で喋ったりとかいうのはなかなか慣れてくるのに時間がかかってたこともあったんで、まあようやく、まあそろそろやってもいいかみたいな、まあ家やるよみたいな自分で思いながら、それで始めたっていう経緯があります。なんか止まってますね。説明してたんだったか。ああ、そう。ラベル生成したんですね。今ちょっと喋りながら進んじゃいましたけど、今のカーソルの位置の一つ下で、ストリングフォーマットでラベルを生成してます。ラベルの名前は、まあ、L アンダースコア、ほにゃほにゃみたいな感じで、まあ、IL スパイを参考に、まあ、こんな感じで出力するというような感じですね。で、今、ちょうど、この、なんか、GoTo の方はそれで出せるけど、じゃあ、遷移先のラベルは一体いつ出せるんだみたいな話をしてるんですね。で、IL スパイは、まあ、すべてに出してるよね。まあだから楽だよねって、まあどっかにもうすでにあるはずだから何も考えなくても、なんかそこにじゃあ Go to ラベルって書けば そこに遷移できるはずだみたいな、まあそんな説明をしています。短期記憶がね、なんかどうしようもなくダメになってたのはね、なんか昔ブラック企業にいた時にね、なんか自分でちょっと感じていたんですよ。なんかもう極度の疲労とともに、なんか思考能力が鈍っていって、しかもその思考能力はもう二度と回復しない感じがするってなんとなく自分で感じてた時期があるんですよ。単なる疲れではなくてね、単なる疲れだったらあれじゃないですか、寝ればそれもなんか 2,3 日なんか休めば回復したりすると思うんですけど、なんかそういうのなくね、ああもうこれはなんか元に戻んない感じがするみたいな、まあこのままなんか技術者としてダメになっていくんじゃないかみたいな恐怖みたいな、そういうのはありましたよね。ああ本当ね、まあやめときましょう、これ話が暗くなるのでやめときましょう。まあそんな時期もありました。まあその後遺症だ、まあ仕方がないと思ってます。
で、ラベルを、まあ、全件につけるという決断を確かこの国したはずで、で、全件つけるためには、どこでつけるかっていうと、このアプライのあたりで、ソースコードが生成されるので、まあ、そのソースコードの手前に、L アンダースコアなんとかとか言ってつける必要があるよね。だから、まあ、雰囲気的には、この、アドレンジしてるところ、まあ、このあたりのどこかでつけることになるだろうな、みたいな話ですね。で、ただ、ラベルの番号を、その、オペコードを指している、その、IL バイツのインデックスですね。インデックス番号を元に生成するんであれば、インデックス番号をどこから取得するかっていうのが問題になるんですが、アプライをするときには、デコードした後なので、デコードコンテキストを見ても、ターゲットインデックスで、インデックスはわかるんですが、オペコードとオペランドをデコードした後の位置を指してるんですよね。それじゃあ、なんか、ラベルとして成立しないので、まずいよね、どうしようかみたいな話を確かここでしたはずです。で、その、デコードをどこでやってたっけみたいなのを確認すると、ここですね。この、イテレーターの中で、トライデコードから始まるんですよね。で、トライデコードで始まり、デコードした結果は IL データの中に入って帰ってくると。IL データの中に、その必要となるインデックスを格納するようにしておけば、そうすればさっきのリンクのところで、セレクトで遮影した際にラベルも生成して、行頭につけることができるだろうという流れです。これはシールクラスになってたんですけど、別にこれストラクトでいいよねみたいな感じで書いただけです、ね、念のため確認してようと思って動かそうとしたんですが、そういえばまだテストは通ってなかったみたいな気がつき、まあ全件エラーですね、まあ、これしゃあないかみたいな話で、まあ、とにかくこれを直さなきゃってことで、でここにインデックス番号をポジションっていう名前だったかな。これ迷ったんですよね。なんか、わかんなくなるんですよ。インデックスとかだと何のインデックスだみたいな。で、IL なんとかにしようかとか思ったけど、迷った挙句結局ポジションにしたという。ダメですね。はい。で、コンストラクターはポジションを受け取るようにし、その値を保存しておきますと。こんな感じですね。ごめんなさい。ちょっと通知を確認しました。これ、そうそうそう、IL データから、ポジションを、IL データ、デコーダーのところですね。イテレーターの中で、ポジションを渡すようにしました。で、ポジションを渡すと、IL データの中に入って、それが返ってくるので、ここのセレクトのところで、遮影した際にソースコードの先頭にラベルをつければいけるだろうと。アプライか、ソースコードを返すよね。
なので多分ここで書き換えるんじゃないかな。そうですね、ここでストリングフォーマットで、ラベルを足します。 L の番号をここまで来た時にポジションとは何かみたいなことを頭の中でよぎり、で、ここに書こうとしているストリングフォーマットってさっきあのデコードコンテキストの中に実装したラベル生成と一緒なんですよね。で、同じそのラベルを生成するのに全然違う場所で同じような操作をするっていうのはあんまりよろしくないなってことで、これそもそもポジションを格納するんじゃなくてラベルネームがここに入っていればそれでいいんじゃないかということに気がつき、で、こうラベルネームを IL データの中に格納しておくと、そうするとあれですよね、なんかあのデコードコンテキストの内部にその、IL バイツのインデックスについて考えるところを閉じ込めることができますよね。あの外でその操作をする必要がなくなるので、まあ、こっちの方が望ましいということと、このコンストラクターそういえば使ってないよねってことで、削除しています。はい。で、ラベルネームが保存されたので、晴れて遮影のところではラベルネームを出力すればいいということになります。そうですね、このターゲットインデックスもここでメイクラベルみたいな感じのメソッドを呼び出させるようにすれば、ターゲットインデックスの操作はなくなり、ラベルネームという抽象的なものに変わるんですね。それをそのまま IL データに保存すると。で、メイクラベルをデコードコンテキストの中に実装すればいいと。この、ターゲットインデックスに関する操作なので、このリージョンのところに、追加します。ストリングメイクラベルと。で、まあ、対象は現在のターゲットインデックスですね。現在のターゲットインデックスをもとにラベルを作ります。ラベルのフォーマットはこうです。現在のターゲットインデックスですね。あ、これ、この人のターゲットインデックスでもよかった。まあいいや。で、まあ、まだちょっともやもやしますね。ストリングフォーマットのこの、形式って、さっきのところと全く一緒なんで、なので、メイクラベルを、まあ、共通で使えるように改造した方がいいだろうなってことに気がつきました。これですね、この部分。遠距離ニューパスのこの部分ですね。これ、それに気がついたのの念頭は、この、16進数の X4 ってやつですね。これ、実は大文字 X4 になってるんですけど、小文字 X4 の方が、まあ、なんか見た目だけの違いですけど、その方がいいなと思ったんですが、2箇所に分散してると両方とも直さなきゃいけないっていうことで、これはまあ共通化した方がいいだろうねってことに、この時に裏で気がついています。で、メイクラベルを書き直して、共通のメソッドを呼び出すように変えます。もうこれができたので、最初に実装したこのラベルの生成もそいつを呼び出すようにすれば晴れてフォーマットが統一できるという流れですね。はい。で、
ソースコードの出力のところ、もはやこの、あのラベル生成をここでフォーマットで自力でやる必要はなくなったので、得られたラベルネームとソースコードの本体を使ってフォーマットするというふうに変えます。一つは IL データの中にラベルネームがあるのでそれを使う。二つ目は生成されたソースコードを渡すって感じですね。まあこの時あれですね。これで一行分っていうのがなんかよりはっきりした感じがしますよね。なので、行末のセミコロンって各コンバーターが自分でつけてたと思うんですけど、まあ実はここで出力した方がいいんじゃないかなっていう気がしていると。で、まあそれを考えつつ、テストを実行するんですが、まだダメでなんだっけみたいな話で、ここへ見に行きます。はい、でソースコードの中身を確認します。で、ああそうそう、テストコードにはラベルが書いてないんでね、なんで当然一致しないんですが、まだおかしいですね。まあ一つはなんかこの先頭の L000 気になりますね。ノップなので行の本文がないのでこうなっている。まあ、これはなんかちょっとなんか嫌だからどうにかしたいなっていうのが一つ。で、もう一つは一番下のその、GoTo された後、その後がないですね。しかも GoTo の飛び先が L の0000なので、これ無限ループみたいになっていると。なんかちょっと変だよね。で、なんで、L の0000になってるかというと、そのオフセットですね。オフセットにその現在 のインデックスを足してないんで、なんでそれを値が生で出ていると。で、それやってるのはこの、BRS の、アプライのところなんで、これを直す必要があるよねということで今直しています。オフセットちゃんと計算します。計算の仕方は現在のターゲットインデックスに、オペランドの値を足すと。まあ、これ S バイトとして評価されるので、まあ、マイナスの値もありえますよね。で、計算したところへ、新しいパスを遷移させる。っていうふうにします。はい。これで正しいラベル名になるはずだってことでもう一回動かします。あ、これは関係ないブレイクで止まっただけです。で、ブレイク入ってるよねっていうのを確認して実行してソースコードを確認する。はい。で、GoToL0015 で L0015 に飛んで、で、ローカル3実行されて、リターンで、帰ると。まあ、こんな感じで、ああ、いいんじゃないのみたいな感じのものが出ましたよね。これ、あれですよね。延期もちゃんとされていて、次のパスとして評価もされているって感じで、ああ、なかなかいい感じに動いているな、というのがわかります。今までは、BRS0、ターゲットがね、オペランドがゼロであることを利用して無理やり回避してましたけど、ちゃんと BRS について、正しく動作するようになったってことですね。で、あと、まあ、先頭のノップが気になるなっていうのがあり、
ノップをどうやったら削減、ノップについているはずのラベルですね、をどうやったら削除できるだろうかみたいなことがあり、それはもともとノップは出力されてなかったんですけど、ここの遮影のところで、まあ無理やりもう、遮影してるんですよね。で、フェアでもともとはそのソースコードがヌルの場合は除外するみたいになってたのに、まあそれが引っかからなくなったんで、全部出てると。なんでこの遮影を2つに分ければいいかみたいな話でこんな感じに改造しようとしましたが、後からフォーマットするときにラベルネームを参照しなきゃいけないので遮影がめんどくさいよねってことになり、ここはなんかクエリ構文で書き直すかみたいな気になり、クエリ構文で書き直します。from IL data in decode and invalidate of pose して、セレクトで書いてますけど、これレッドの間違いですね。まずはアプライをする。レッドでソースコード。アプライするとソースコードが得られるかもしれないですね。ヌルの可能性もある。なので、フェアでヌルかどうかを見て、ヌルだったら除外します。で、セレクトで、ここでいよいよ1行分の文字列を組み立てると。なんか説明してたみたいですけど、まあ別にいいかな。まあ、要するにこういうことですね。はい、で、まあ、クエリ構文で書くことでシンプルに書けました。こんな感じですね。で、実行してみましょう。はい、来ました。で、ソースコードを見ます。で、確かに、ノップのところのラベルなくなりましたね。で、なんですけど、これなくしてよかったんだっけみたいな話です。つまりですね、どっかのブランチ、ジャンプ命令が L の0000に、つまりノップにジャンプする可能性はゼロではないですね。なので、やっぱりいるんじゃないのとか、まあ、あと、それも含めて、その、要するに、ジャンプ先のターゲットのラベルだけが出るようにした方が、やっぱりいいんじゃないかな、みたいな話を、ここで、なんか、喋ってたはずです、確か。まあ、つまり、ノップへのジャンプがもしなければですけど、そもそもそのラベルは不要だから、まあ、出ないですね、その処理をすれば。なんで、まあ、一石二鳥というかですね、まあ、そういうこともあるかなと。確か、ここで喋ってた内容には、それをどう実現するかみたいな話はしなかったと思うんですけど、まあ、なんか、ハッシュセットであらかじめ収集しておいて、使用したラベルを。で、それに合わせて、遅延実行する、そのソースコードの出力のところで、ラベルを必要であれば、そのハッシュセットの中にあるってことに必要であれば生成して、で、くっつけて、出力するみたいな。そんな流れにすればいいんじゃないかな、みたいなのをちょっと考えてました。まあ、ハッシュセットじゃなくて、ディクショナリーかな。まあ、なんでもいいですけど。まあ、要するに、ポイントとしては遅延実行で、出力するという流れですね。ということで、確かなんか長すぎて、飯を食いたいので、ここで終わりますみたいな話をしたような気がします。なんで、一回切って、で、次回、まあ、オーディオコメンタリーじゃなくて、今度こそライブで、続きをやりたいと思います。ありがとうございました。